フランチェスコ・ツッカレリは18世紀、ロココ期のイタリアの画家である。何度かイギリスを訪れ、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの創立メンバーの一人となった。トスカーナのピティリアーノに生まれた。フィレンツェで風景画家のアネージの工房で修行した後、ローマに出て、モランディア・ネッリの下で修行した。1732年からベネツィアで働き始め、イギリスのベネツィア領事で、 美術コレクターのジョセフ・スミスの支援を受けるようになり、スミスの注文を受けて多くの風景画を描いた。1752年に初めてイギリスに渡り、ツッカレリの作品はイギリスで人気になった。1762年に一旦ベネツヤアに戻り、1763年にはベネツヤア美術アカデミーの会員に選ばれた。1765年から再びロンドンで活動を。 はじめ1768年には、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの創立メンバーの一人となった。1771年までイギリスで活動した後、イタリアに戻り、1772年に、ベネツヤア美術アカデミーの会長に選ばれた。その後は、フィレンツェやローマで活動した。弟子には、ジュゼッペ・ザイスや、ビットリオ・アメデオチニャローリラがいる。ありがとうございます。